ね。そうなんですよ。なんかね、怖い。っていうか、美月のファンの方が怖い。そう、あいみちゃんはね、あいちゃんはね、ちょっとね、あのね、葵、美月を燃やしたことがあって、で、舞ちゃんは強いから燃やしたくなくて、今勝てないんですよ、舞ちゃん言っても。で、あの、アリスのね、なんか戦闘力みたいなを見たら、すんごい桁いってて、いや、これは絶対に怖いと思って、多分勝たれへんと思って、やめて、あ、愛美ちゃんいけると思って、で、愛ちゃんもいつか絶対に燃やしてやろうと思って、宣言してたんですよ、ずっと。愛ちゃん絶対に燃やしに行くからって。で、愛ちゃんがね、バリアずっと貼っとくって言ってたね。あの、やっと溶けたバリアなんですよ、あれは。そう。そうなんですよ。そうなんですよ。あのね、もうね、ファンの方にね、やられそうで怖い。そうなんですよ。え、バリ、え、待って、バリア貼ってたっけ今。まあ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 。え、バリア貼ってたっけ怖い。レノンもしかして弱い。いや、強いですよ。そう。昨日レノン軍、そう、火事起きてて燃やしに行こうとしてもバリア張られました。今度うちの美月隊長燃やしたら許さないです。え、燃やしに行きます。まあね、燃やしに行きます。全然